持ってきたんですよ。あ、取れすぎ。中古のスタンドバッテリー。うわあすげえ。動いて。ガソリン出てる。こんにちは、トラスト企画の花です。トラスト企画のみーくんです。はい、カメラマンは阿部ちゃんです。はい、では本日紹介する車はこれ何ですか？車なんですけど。花ちゃんこの車わかります？初見なんでちょっと全然わかんない。ここになんかいつもなんか日産とかトヨタのエンブレムがあるんですけど、はい、セフィーロって書いてあって、はい、どこのメーカーなのかいまいちわかんないな。なるほどね。これは、はい、日産の、あ、日産セフィーロっていう車です。うん、日産車なんですね。日産のお車です。なかなかこれうちに入ってこないですね。いやいや、もう車自体ないですから世の中に。そうなんだ。平成4年車の8月1日に製造されたもの。8月1日、もう現はね、あのデータ好きですから。数字大好き。細かいね。数字大好き。平成な何年の何月までしか分かんない。普通の車、はい、まあ、現存してる車は半分土に返りそうなやつしかないっていうね、はい、じゃあこれも古い。そうそうそうですね。型式で言ったらね、 LNR、 あ、じゃあじゃあ LNR じゃないよ。なんだっけ、LNA31 だよ。LMA31、はい、発音しづらい。あれ四駆のターボ、四駆のターボの型式。はい、そうそうそう、うん、結構ドリフトしてる人にはね、このセフィーロ人気なんですよね。はい、これってオークションで買ったやつなんですか？これも買い取りですよ。出た、はい、最近大人気の買い取りシリーズ。そうそうそう、やっぱ買い取りだとこういつも入ってこない車とかも普通にお客さんから嫌いで、ね、あ、確かにね、ちょっと違う木をてらったやつは買い取りが多い気がしますね。そうですね、ちょっとね、これもね、あのこのお客さんはね、あの地元のその車買い取りしてるようなお店に言って、うん、値段を出してもらったんだけど、うん、ちょっとあまりにも安かったみたいで、でトラスト企画さんではどのくらい出せるんですかって話だったんで、はい、まあ、そこの買取店さんが出す金額の2倍出しますよっていう話でした。2倍、はい、保証しますよ、はい、うん、でももうほとんどこの方のセフィーロの車体って、うん、値段つかないんじゃないですか、ぶっちゃけ。いやいやいや、意外と、はい、意外と大丈夫。あ、そうなんだ。なんていうの、こうちゃんとしてれば大丈夫です、はい、ただちゃんとしてないんですよ、はい、ちょっと 見ましょう、詳しくね、ぐるっとちゃんとしてぐるっと見ましょう。ちょっと何がちゃんとしてないかね、はい、見て。あれ、なんかタイヤがこういうタイヤ、こういうこっち、ほら運転席側、ほらなんか、あれれれれれ、どこのブランドですかね、これ。あれですか、 T37 ですか。 T37、あ、これスペアタイヤですよね。4輪ともね。あ、4輪、そうなんすか。4輪とも。あ、なるほどね。そうそうそう。なんかこっちはツラ出てる気がしますけどね。4輪とも違う。あ、本当だ本当だ、うん、スペアタイヤがついてます。はい、はい、これは積載とかで運んできた。これね、あのまずね、はい、この紐を見てください。あ、これ引っ張ったってことはどういうことだか分かりますか？こう引っ張らないとダメな車。そうそう、これをね、こうやって引っ張って持ってきたんですよ。あ、トラスト企画。どっからですか？え、奈良県から。奈良県、奈良、また遠いですね。お盆の時に奈良県まで行って、はい、みーくんがこうやってしょって、よいしょっつって奈良の山の上の方からこう下ろしてきた。しかもびっくり。そうそう、しかもお盆中ですから。お盆中、お盆中も買い取り対応します。お盆はよかった。はい、道が空いてて。あ、確かにね、自粛期間とかで。そうそうそう。ただね、あの会社のし、あの会社からね、言われてるんですよ、指導されてるんですけど、はい、サービスエリアによるな、うん、トイレ休憩するな。人と接するなっていう。そうそうそう、トイレ休憩するんだよ。ちょっと危ないです。さ、サービスエリアでレストランでご飯食べるとかさ、あ、ほら、飲食とか、イートインのところでさ、なんかこう
ね、食べたりするのはやめましょうっていう話だったらいいんだけど、うん、トイレ行くだってこういうことだって厳しい、ノンストップで行ってこないといけない。そうそうそう、おむつとかあかんない。いやいやいや大丈夫、みんなこのクソ暑い中、うん、エアコンかけないで積載車乗ってくと全部汗で出ちゃう。寄る必要なくなっちゃいますね。そう、むしろ水分が欲しい。体が脱水症状だって。はい、トイレ行かない方法教えるよ。何ですか？とりあえず温度を上げる。熱中症になるんです。みんな。汗ダクダクかくから。絶対良くないです。飲んで出す。飲んで出す。汗で出す。はい、おしっこ出ません。飲んだら温度上げる。そうそうそう。危ない、はい、そうするとトイレ行かない。本当に嘘じゃないよ。トイレ行かない奈良まで今の気トイレ行かないんないだろうとかって行かなくて、はい、汗で出ちゃうから。じゃあそんなお盆中にトイレ行かないでみーくんが買ってきたこのセフィーロなんですけど、ちょっと詳しくね、うん、まあ見たいなと思うんですけど、ちょっと見た感じなんか結構様子がおかしい。でもまあノーマルですよね、うん、ほとんどなんか、うん、まあ、車高はちょっと落ちてますけど、うん、これね、はい、ほら見て、何でもついちゃう。あ、すごい。サニー GTR のシート、採用シートだ、うん。すごい。これね、いいシートですよね。うんうん、でもパッと見なんか、うん、それぐらいですか？うん、そうそうそう。はい。これね、なんかね、お客さん的にはもう何年も車動かしてないから、はい、エンジンかかんなくなっちゃったんですみたいな感じで。うんうんうん。で、行ったんで、本当にかかってないから。はい、最初ね、なんかかかるみたいな話だったような気がするんだけど、うんうん、まあ、それでそこの買い取り店の倍出しますよみたいな話で、あ、なるほどね、まあ、かかんない。行ってみたらかかなかったと。行ってみたらかかんない、かかんないはずだよ。はい、ね、ちょっとエンジンルーム開けてみましょうか。はい、お願いします。これもともと RB20 ですよね、エンジンね。そうそうそう、そう、RB20DET っていう型式のエンジンが乗ってます。はい、ほら、え、ちょっと待ってください。待って RB あれ、なんか26DTT になっちゃった。あれT が一つ呼べついちゃった。あれれれれいかついエンジン乗ってる。なんかこれ大人気のエンジンじゃないですか、もしかして。側だけですか？側だけ、ここだけですか？RB26 って書いてあるけど、RB26BTT ですから。あら、ターボ1個増えちゃったっていう。TT ですよ。TT。そうそうそう。あ、ちなみに、あんまり動かしてないんで、はい、見てください。もうあちこちにサビが回っちゃってます。はい。本当ですね。本当ですね。はい。でね、なんでかかんないか。なんでかかんないか。はい。バッテリーがない。そっちなんだ。本当だ、そもそももうついてない。バッテリーない、そもそも。まあ回せないエンジンかけて、はい、バッテリーないっていうことで、はい、はい、でしょうがないからミー君ね、はい、うん、バッテリー用意しました。これね、あ、中古のスタンドバッテリー、エネオスバッテリーだ。そうバッテリーつないで、はい、エンジンかかるか。エンジンかかるんですか、つないで。うん、これね、古いバッテリーだからね。うん、古いバッテリーだからあれじゃない、ちょっとパッポーと用意します。あ、そうですね、ミー君用です。専用品。社長とか見ないで、そこ見ないであんま使ってないから新しい。はい、すごい綺麗ですこれでオンになります。はい。はい、じゃあこれで。お、もうこれでかかっちゃうんですか？え？どうなんだろう。何？エンジン。これでかかんなかったんだよ。あ、そうなんですか？奈良までの再現を。で、給油口。はい。ここね。開けて。これね。だったの。はい、まあ、これはどういうことかっていうと、あのね、やっぱりね、ガソリンがね、はい、あの申し訳ないけど熟成しちゃったらしい。ああ、なるほどね。そうそうそう、
こうアルコールじゃなくてウイスキーみたいな。まあ長期動かさないとねガソリン腐りますから。そういうのも確認するんですね。そうそうそう、はい、確認して、あとねやっぱねポンプが死んでた。あ、燃料ポンプですね、はい、燃料ポンプが死んでたから、うん、下がんなかった、うん、で燃料ポンプ外したら、はい、やっぱり超錆びてて、あこれダメじゃんこれみたいな、はい、うん、だからちょっとね改造しました。改造気になる。何したんすか。あ、届いうちに届いてから。これね普通の人やっちゃダメで、はい、あの一応あの専門的なプロの人がやらないと危険ですから、はい、あの良い子の皆さんは真似しないでください。真似しないでください、はい、お願いします。真似したがっちゃうから。真似しないでくださいね。今から説明するのは、はい、あのプロのちゃんとしたあの知識を持った人たちがやってるんであって、あの素人の人は絶対に手を出してはいけません。はい、お願いします。トランクを見てみます。はい、じゃじゃーん、トランク開けます。はい、ここに燃料ポンプついてるんですよ。そうですね、はい、はいはい、じゃじゃーん、あれ、え、これ燃料です、はい、これ燃料タンクです、はい、燃料タンクに漂うガソリンの二歩比。そうこれね、これどういうことですか。これ直結です。あ、ポンプにもう電源直結、バッテリー直結、バッテリーこれをしかもシガーソケット直結して入れていくと、はい、なんと、はい、なんとお値段違うなんと、うわーすげー、が動いてガソリン出てる、あの水道のホースのように出てくる。すごっ、車で私初めて見ました。これは良い子の皆様は絶対に真似をしない。火災の原因になりますので本当に、はい、これあの静電気一発で炎出ますから。危ないですよ、はい、これ冬とか危ない。この中にガソリンのあれが充満してて、なんかこう、はい、パチッとかった瞬間にボッて火つけボーンとかつってて、もう上層あの市役所みたいになっちゃいます。燃えちゃう。違う、上層市役所、あのちなみに今日爆破予告になってますから。はい、あ、そうなんですか。8月18日に上層市役所は爆破しますよって予約、あの予告が入ってる。やばい。そう。お休みです。あ、なるほど。市役所お休みです。上層市の皆さん気をつけてください。危ないです。怖いですね。そう、しかもそれだいぶ前に来てるの。5前に。はい。8月18日に爆破しますよって、はい、今ネットに載ってますから。それあれじゃないですか、役所の人たち休みたいから自分で言ってるじゃないですか。いやいや、そんな1週間も前から言わないらしいよな。確かにね。明日爆発するよとかさ、今日やるよとかって言ってほしいよな。だいぶ1週間後ってなんだよな。だいぶ優しい予告ですね。準備期間、みんな逃げてねみたいな。いやそんなのだってあの正確にその日に爆発するか分かんないじゃん。確かに怖いですね。怖っ、本当に、はい、うん、なので、はい、あの多分あのそう嫌がらせする人ね、いつもやめてください。なるほどね、本当、はい、上層市、市民ですから。そう、はい、したら、あれよ、上層市役所爆発じゃなくて、トラスト客爆発になってたりか。いや、やばいな。絶対だよ。あの、ただでさえ爆発するものありますから。一応ね、これこう閉めといて、はい、で、エンジンかけてみます。おすごいな、やり方。すごいな、本当に。本当に真似しちゃダメだよ。ダメですね。逮捕されちゃうから。いや、逮捕する前に燃えちゃいます。そうで、こうやって、はい、鍵を回す。わ、聞いたことある音。そう。いい感じ。おお。すげえ。聞いたことある。しかもこれ3,4のエンジンですからね。すごい。おお。なんか調子良さそう。素晴らしい。あんまイオンとか。うん、全然なさそう。すごい。これちなみに売ってくれたお客さんいるんですけど。はい。エンジンかかった動画を見たいっていう話。オーナーの方ありがとうございます。しっかりエンジンかかりました。今回はディスリーですかって話だったんで。いや、あのいつもディスってるから今回もディスリーですかって話だったんだけど、うんうん、いや今回はね、
汎用のエンジン積んであるし、はい、エンジンかかんなくてもね言った値段で買い取りしますよと、うん、であのかけられる自信あったからね、うんうんうん、まあだいぶ新手使ってますけどね。あのね、あの今ほらあのトランクにあるポンプがこうずっと動いてるな、はい、今も動いてるでしょ、はい、止めましょう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 火の元危ない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 、ガソリンジョボジョボ出てる、危ない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 、そうなんかね行ったお客さんもね、はい、すごい YouTube 楽しみにしてて、ありがとうございます、かかんないエンジンかかるようにしてくれるんですかみたいな話で、はい、やりますよちゃんと約束通り、はい、ちゃんと、でももうすぐかかっちゃいましたね。そう大丈夫、このね RPK とか、ね、うん、この辺はあのどんなにかかんないやつでもあのかけられちゃいますから、うちの強みですからね、はい、ディーラーですらねかかんないエンジンをかけちゃいますから、うん、ディーラーが万歳した車もうちに入ってますから、はい、でかけて、おどうもって、あもううちで直したような顔してディーラーをあのお客さんに納めるんだけど、すごいな、そう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 、あの直接持ってきてもらいたいんだよね、そうですね、そうディーラーに入れないと、ね、はい、ディーラーがマジ取っちゃいますから、そうそう、ディーラーの人さもうちで直したよみたいな感じで、なんだよもう、上乗せして、そうそうそう、はい、でここがこうなってたからねかかんなかったんですよみたいな話で説明してね、もうさもね自分らでやったように、そうそうそう、もう万歳したくせに。あっちこっち交換しちゃっても本当に、はい、そんなに交換しなくてもこうだからみたいなそういうケースありましたから、はい、あとね意外とね、ほらエアクリーナーのスポンジがなかったりとか、あとブローバイのこのラインとかなかったりとかして、かけるのはちょっとねテクニックがいるんですけど、そうですね、はい、あとはもうそうですね、あと万能の燃料ポンプうちにはいっぱいありますからね、そうそうそうもういくらでもね、こういう仕事できちゃう、はい、どう？こういうの仕事的にちょっと身につけを感じますね、あのやり方、あのやり方はね、結構あれですけど、ね、あれはね、本当にね、真似しちゃダメ、はい、で、そういうのにネットに上げるなっていうのあのね、なぜあれポンプつけなかったか知らない、この後、速やかにこの車はせーの、ドラフト棄却する、はい、ドラフト棄却されちゃうんですよ、なるほどね、だからこの後、今動画撮ってるじゃないですか、はい、撮った後にすぐ速やかに処理されます下ろされちゃうんですね、3枚下ろしそう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 、枚下ろしそうそうそう、メインはメインはエンジン、メインはエンジン、そうそうそう、格子一頭買いってんだっけ焼肉屋さんでよくあるやつ、そうそうそう、子牛だっけあれいやなんかお牛一頭買いみたいなね、ありますあります、あ和牛、あ和牛一頭買い、和牛一頭買い、和牛か、そうそう、それ円座じゃないのそれまたローカルね最近盛り上がってる、うちの近所にねできたんだよ焼肉屋円座っつうの、はい、やっとオープンしたって言ってましたもんね、そうそうそう、コロナの中であのオープンしたのすごいと思わ、素晴らしい、すごい勇気だ、ね、すごいと思わない、結構閉店してるお店が多い中で、はい、そうみんなことごとくさあの閉店の張り紙貼られてる中で新規オープンですとかつけるわけです、すごいいやチャレンジャーだねと思って、ですね、なので、ね、今度みんなで旅行きます、おそらく走行体験走行の日に、はい、あの肉を食わせろっていうなんかすげえオーダーがあって、うん、肉の日なんで、そうそう肉の日なんで8月29日おそらく全部会社持ちなんだろうなって肉なの、肉なのに会社持ちてる、まあ円座だからそんなに高くないんだよね、うん、高いイメージありますけどね、まあ、1人多分5000円もあれば済んじゃうね、まあでも30人来ますから、そうそうそうちょっと待って5000円かける管修理って何、うん、ちょっと待ってもう経理の人大事かな怒られちゃいますか、領収書出してくれないから領収書認めてもらえなかったしそしたら終わっちゃいます全部ミークのポケットマネー、そうそう危ない危ない、はい、ということでね、今日はこちらの買い取りのセフィーロ、はい、紹介しましたけど、うん、まあ、このセフィーロに関しては、うん、こう価値的なところは結構ねこのエンジンによるところが多いんですか、これもしかして、そうだね、はい、これね、自走できないんですよ今、もう一つ悪いとこあって、はい、お、何ですか何ですか、クラッチ
クラッチが。あれクラッチなくないですか？え？あれ？クラッチないんじゃないよ。クラッチがないぞ。違うよ。クラッチがないんじゃなくて、よく見て、よく見て、よく見て。あー、なるほどね。ここにいるの、ここにいるの、ここにこうやって。あー、なるほど、なるほど。こうやってピッてやって、ほら、ほら、見て。あー。ほら。あれ、これ、それ、うん、足、フットのサイドブレーキですか？え？サイドブレーキ？今、最新のオートマチックだよ、これ。あー、なるほどね。クラッチ。収納できる。そう、常にクラッチは踏みっぱなし。踏みっぱなしができる。ギアいつでも。そう、ギアはいつでも入れられますよ。すげえ。そうそうそう。戻すときは手で戻してください。あ、なるほどね。危な。事故っちゃう。はい。あ、じゃあ、これで、まあ、走れないって感じですね。そうそう、はい。エンジンはかかるけど。なんていうの、こう、クラッチ板というか、ベアリングとかの、こう、元にがね、うん、ぐらいになっちゃうんで、ね、なるほどね、錆びてるね、はい、まあいろいろ問題があるんだよ、うんうん、普通直して売ればいいじゃんみたいな話になると思うんだけど、うん、驚く問題があるから、はい、ダメなんです。なるほどね、トラスト企画されてしまうと。はい、そういう車でした。ありがとうございます、はい、じゃあオーナーの方、奈良県からわざわざ動画見ていただいて売っていただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい。ちなみに全国どこにいてもみーくんはもう行きますので。いや本当ですよ。だって今日も、はい、昨日の夜からどこで、うん、どこでしたっけ？昨日の夜からあったんですか？え、そうだよ。だって昨日さ一日仕事してさ、で夕方6時に終わるじゃん、はい、会社、はい、そうですね。そうで家に帰ってさ、で7時に家出て、はい、名古屋行って名古屋帰りですか？今日の朝6時に帰って、で出勤してますから今日も。仮眠2時間とって。もうね。トイレ休憩は。すごい。してない。ノンストップだもん。ノンストップ。13時間ぶっ通しで走ってきたらしいです。ノンストップ。ええ。そう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 。だから今日はね、おそらく30時間労働です。やば。ブラックだね。いや本当にブラックですね。ブラックだね。本当に、はい、代表自らブラックを実践してるっていう珍しい会社ですけど、そうそうそう、お腹のあたりがブラックなんだけど、はい、そういうこと、はい、そう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 、ということで、はいはい、こういうね不動でトラブルのある車でも、うん、遠方でも、うん、引き取りにお伺いしますので、うん、こういう車お持ちのお客様、うん、まあ、ちょっとね側が古くても、まあ、珍しいエンジン乗ってますよとか、うん、チューニングパーツいっぱいついてるよっていう方はすごく大歓迎です、はい、そうだね、はい、もうトラスト企画にお任せいただければと思いますので、はい、ぜひお問い合わせお待ちしておりますので、はい、よろしくお願いします。はい、で本日動画は以上です。またお会いしましょう。